はい、こんにちは。今日はテーブルソーを購入検討なさっている方へのアドバイスです。私はデフォルトのテーブルソーを使っております。非常に便利に使ってますが、問題点が何箇所かあります。まず このブレードの溝幅が非常に広いです。ですから細いものを切ろうとするとこの中に落ちてしまいますね。ガタつきが止まりません。ここにアジャスターが4箇所ついてます。アジャスターでフリック調整をするはずなのですが、何度やっても調整つきません。押していったときにここに当たるんですね。それとテーブルソーを導入してこの上での作業が出ます。作業台も持ってらっしゃるのかもしれませんが、作業台以外にこれをよく使うことになります。そうしますとこの手のものは落ちてしまいます。これも落ちてしまいます。大変危険です。ですからまずこのブレード溝をゼロクリアランスのものを作らなければなりません。これは売ってませんね。それでそもそも新品での購入したものですが、これだけの処理があります。厚みは12ミリなので、この塗装のしてある仮枠合板を使って木製インサートを作ろうと思っています。ほとんど反りはありません。まあ、塗装して仕上げようと思いますが、こんなもんですね。この状態で若干薄いです。
落ち込みやら薄物のカットは心配ありません。まずこれのフリック調整です。まずここのアジャスト部分をこちらに移します。位置が映せました。マークつけた部分を目荒らしをします。塗装も乾きましたので最終のセットアップをします。そのセットアップ前に、最後のアドバイスです。デオルトはここご覧いただけますか。ここにここにスクエアのぶつかりがあります。これがここで調整できます。トンと通したところで締め込みますとセットアップはしなきゃいけませんね。
こんな状態ですね。完全にスクエアが取れてます。馬力も強いので大変いい機械です。このレールとインサートは少し問題がありました。なかなかいい機械だと思います。セットアップの完了です。少しアドバイスになれたでしょうか。